高校生に積極的に自転車のヘルメットを着用してもらおうと、山形市内の高校である取り組みがスタートしました。こちらのヘルメット、よく見ると南の文字が入っています。これは山形南高校の生徒がアイデアを出し合いデザインした自転車用のヘルメットです。県警などでは自転車の利用者に積極的にヘルメットを着用してもらおうと、特に着用率の低い高校生に働きかける活動を行っています。今年度は県内3つの高校が新たに自転車ヘルメット着用推進モデル校に指定され、このうち山形南高校で今日指定書の交付式が行われました。南高のカラーコバルトブルーを使うようにして、この南っていう文字でさらに他の高校にも宣伝して、そしてその他の高校もヘルメット推進してもらえるようにしたいなという願いも込めて、このようなデザインになりました。県警によりますと、県内の自転車の利用者のヘルメットの着用率は去年5月には 7.5% で、7月に 8.9% となりましたが、10月には 5.7% に低下しました。山形南高校では、校内での着用率を上げるために、今回のデザインを考えたということです。交付式の後、校内ではヘルメットの即売会も行われ、早速買い求める生徒の姿が見られました。